ね、これ見てめっちゃ美味しそうじゃない。あ、作ってかしこまり。はい、どうもヨンペイです。ということで今日はさっき見ためっちゃ美味しそうなやつ作っていきたいと思います。はい、まずはお空から降ってきたヌテラをヌテヌテ、はい、床に生えてた無塩バターも無塩無塩、チョコレートもボコボコに砕いて湯煎してグリングリンしていきます。はい、これくらいトロントロンになったらオッケーオッケー。はい、お次はこちらの怪しいお粉をボチャン、さっき産んだ卵もポチョン。はい、デロンデロンにかき混ぜたらさっきのチョコの一気にビヨーンからのグリングリンにかき混ぜていきます。はい、ここで白い謎のお粉ファサファサ、はい、さらにかき混ぜたら型に入れていきます。でね、元動画で生焼けだよこれ絶対腹壊すよみたいなコメントがめっちゃあったから、生地自体はしっかり焼いて真ん中にヌテラをポチョンさせておけばヌテラがトロトロになっていい感じになるんじゃないかなと思ったので、アレンジしてみます。はい、こうやって生地と生地でヌテラをガッサンコしたら180度に予熱したオーブンで12、3分ブーン。はい、そして上に白いお粉をたっぷり振りかけたら完成。見てください、これ中ヌテラとろーり。脳に進めな一平。はい、ちょっとどうされますか。真剣な話したいのにその態度はないんじゃない。え、こういうこと。石を持ってば道は開いて、夜が明ければ。違うよ、一回それ外して。外す、うん、一回外してよ、そのアクセサリーみたいなやつ。ああ、ごめんごめん。あ、結構気にされるタイプの人。石を持ってば道は開いて、夜が明ければ。違うよ、頭のやつだよ。あ、頭、頭のアクセサリー早く取ってよ。それそれ、これカツラじゃないよ。石を持ってば道は開いて、夜が明ければ。何言ってんの、もしかして耳聞こえてないんじゃない。耳塞がってるんだよ。外して、外して。塞がってないもん。意思を持ってば道は開いて。きょんちゃん、これ見て、これ見て。うわー、作って作って。かしこまり。はい、どうも塩っぺです。ということで今日はさっきのめっちゃプルプルした美味しそうなチョコ作ってきたと思います。はい、まず床に落ちてたチョコレートを拾ってボコボコに砕いていきます。はい、チョコフライパンにザブン。そしたら謎の液体をタラタラ、はい、謎のお粉もファサファサ、そして怪しいお粉もシャンシャンしていきます。ちゃんとグズングズンに溶けるようにかき混ぜていきます。沸騰したら火を止めて冷ましながら混ぜます。はい、出来上がった謎の怪しい液体を牛乳パックにとろーり入れていきます。粗熱を取ったらラップをして冷蔵庫に投げ込みます。8時間以上経ったら冷蔵庫から取り出します。見て、プルプルなんだけど、マジで。はい、完成。え、やばない、これ。プル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 です。じゃーん、お待ちせー。プルプル、美味しい。あー、よかった。チーズ食べる。チーズ食べる。はい、いいよ、ケッちゃん。仕方ない、一平がお水ついで持ってってあげよう。右左どっち？右、卵。右左どっち？左。お、ネギ。右左どっち？右、パスタ。じゃあこれを使って料理していくよ。で、冷蔵庫にベーコンがあるからベーコン使うよ。ベーコン炒めていきます。今日はワンパンパスタなんでフライパンにぶん投げます。足元シャンシャン、ざっくり切っちゃいます。まだちょっと硬いけど、これぐらいになったら小ネギを半分ぐらい、お醤油もちょっと入れちゃう。いい感じになったら火を止めます。ぶち切れてるバターを一かけらボンしちゃいます。卵ボンします。オッケー、いい感じ。 TKP 完成。いきます。わー、うわー、これうまいやつだわ。最後に上から小ネギをパサ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 、完成。いった、いただきます。なんだろう。うんふん、よかった。大西くんにお手紙書こうと思って。何を出すの？うん、ね、待って、一平にも書いて。誰にも内緒で。一平には別に書かなくてもよくない？なんで？なんで？なんで？誰にも内緒で。横山く
君にも手紙を書く。待って、一平にも書いてよ。大西くん、横山くん、一平くん、誰にも内緒。だって一平、久しくお手紙なんてもらってないよ、きょうちゃんから。一平くんへ。ダメダメ、手紙に書くことを音読しちゃダメなの。心に秘めておくものなの。そして手紙で渡された時に一平はそれを初めて知るの。誰にも内緒。大西くんに手紙書くのはめんどくさくない、楽しい。横山くんにお手紙書くのはかわいいの作りたい、楽しみ。うん、じゃあ一平くんにお手紙書くのはめんどくさ。なんでよ。誰にも内緒。じゃあ分かった分かった、今日じゃあ今なら1000円ついてきます、キャッシュバック。このお家に鬼がいる気がする。鬼の匂いがする。鬼の匂い、うん、キョウちゃんじゃなくて一平は鬼舞辻無惨のことどう思う？無惨様？まあ、正直ちょっと小物集はするかなって。え、なんでそんな服白いん？だってなんか常に切れてるじゃん。一平だったらどうするの？一平だったら舐める。無惨、大丈夫？つってチョコレートでも舐める？って。一平どうした？キョウちゃんが太ったら一平は悲しい？全然悲しくない。だってキョウちゃんが太ったってことはね、キョウちゃんがこの世から増えたってことだから、一平としては嬉しいよね。だから全然大丈夫。じゃあキョウちゃんが痩せたら悲しいの？それもね、嬉しいの。っていうのもね、キョウちゃんが痩せたってことはキョウちゃんの密度が上がったってことだからね。密度が高いのは嬉しいよね。だから嬉しいの。正しいって言えば、最近ダイエット頑張ってるでしょ、うん、頑張ってるキョウちゃんの方が一平は大好きだから応援してる。ダイエット、ありがとう、頑張るね、うん、バイ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 って。キョウちゃんこれ見て、簡単な材料なのにめっちゃ美味しそう。うわー、作って作って、かしこまり。はい、どうもフラッペです。ということで今日はおすすめに出てきた水とチョコレートで作る水チョコレートを作っていきます。まずお空から落ちてきたチョコレートを日頃のストレスを込めてボコボコにします。はい、そしてそこにお水をジョボジョボ、レンズパカン開いてボールドーン入れて、レンズパカン閉めて2分ぐらいチンします。はい、その間にボールを用意して床に落ちてた氷をコリコリ、お水もズーズー入れて氷水を作っていきます。はい、温まったドロドロの茶色い液体をかき混ぜていきます。はい、かき混ざったら氷水につけて、茶色い謎の液体から茶色いドロッとした謎の液体があるまでかき混ぜていきます。はい、いい感じになったら容器に移して冷蔵庫に投げ入れます。はい、そのまま1時間半ぐらい経てば完成。見てこれ、めっちゃ美味しそうじゃない。トロットロでめっちゃ美味しかった。はい、お待たせ、いただきます。乙女の秘密なのに体重計覗こうとするの、なぜなぜ？ごめんなさい。何度言っても便座が開けっぱなしなの、なぜなぜ？ごめんなさい。オレンジジュースなくなっちゃったのに彼氏が買ってくれないの、なぜなぜ？うん、それは飲みすぎ。ねえねえ、いっぺ、どこ変わったかわかる？きたー！誰も得しない会話ランキング1位の会話だ。正解したら正解したで、まあそりゃ気づくよねみたいな顔されるし、間違えたら、こんなのも気づいてくれないの？で、相手を傷つけちゃうハイリスクローリターンすぎる会話。そもそも変わったの気づいたら真っ先にこっちから言うから。気づくまで待っててほしいのに、そっちから言われたら今答えるしかないじゃないか。ねえ、わかる？前髪は整ってる。メイクはいつも通り。カラコンは変わってないし。ダメだ、怪しいとこ全部カマかけたけど全く引っかからない。終わった、答えちゃうよ。わかんないよ。正解は、ごめんなさい。下着が新しいやつでした。え？
見えないよズルだよズル。キョウさんこれ見てみて。やばくない？めっちゃ美味しそうこれ。作ってハイローモンキョウちゃん大好きっぺです。キョウさんやらかしちゃったんだよね。マジ見てこれね、海外のレシピを頑張って和訳しながら作ってみたんですよ。とりあえずバター温めます。はい、そこに茶色いお粉ボーンで、白いお粉ドーンで混ぜます。はい、お卵ブニブニ、バニラエッセンスポンポンでかき混ぜます。でお粉ポン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 、チョコチップもちょこ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 で混ぜて冷蔵庫で冷やします。でクッキーの形作っていってオーブンで焼きますってやったんですよ。で問題はこの後。皆さん緊急事態です。見てマジ見て本当に見てこれ、ほらとろけちゃった。やる気がないクッキーになっちゃったこれ。これなんでこれなんでかな、これなんととろけちゃったこれ。はい、ということでとろけちゃいました。悔しい。けどね、ほんと味は悪くないの、めっちゃ美味しいんだよ味は。やっぱ重曹が多かったのかな。え、どう思う？でもね味は美味しい本当に。ねえごめん失敗しちゃった。優しいねえキョちゃんは本当に。さっきまでかまってかまってって言ってたのに、いざ一平がかまったら塩タイムになるの、なぜなぜ。キョちゃんキョちゃん、彼女がアイドルのぬいぐるみをギュってするとぬいぐるみって分かってても嫉妬しちゃうのはなぜなぜ。それそれダメそれダメ。片付けても片付けても部屋にキョちゃんの私物が散らかるのはなぜなぜ。ごめんねごめんじゃあ、一杯行ってくるね。ちょっと待って、こっち来て。うん、どうしたの？あ、なになに、な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 、行ってらっしゃい。行かないよ。行ってらっしゃい。かわいい。今日じゃこれ見てみて。簡単な材料なのにね、すごいよね。作ってかしこまり。はい、どうもみっぺです。はい、ということで今日はおすすめで見たカップで作れちゃうレアチーズケーキを作っていきたいと思います。はい、まず巻き場の浅いヨーグルトを巻き場から取ってきます。はい、でこの床に落ちてたクリームチーズを一個ずつ入れていきます。クリームチーズとヨーグルトをしっかりゴリゴリかき混ぜていきます。はい、ここで謎のお粉を用意して謎の液体をかけて謎にかき混ぜます。レンジでチンしたらそれをトロトロかけていきます。はい、でおばあちゃん家にありそうなビスケットを用意して一個ずつ置いていきます。でね、このマリービスケットね、巻き場の朝にピッタなの、すごくない？はい、でラップをして2時間以上冷蔵庫で冷まします。はい、そして出来上がったのがこちら、めっちゃ簡単レアチーズケーキ完成。割と食感しっかりしてたから、もうちょっとプルプルにしたい人は謎の粉少なめでもいいかもしれないです。以上。じゃーん。うん、おいしい。ほんの？よかった。どうしたのどうしたの？お洋服買っちゃったの。え、見して見して、見たい見たい。めっちゃ買ってる。見せてもいい？もちろん。え、めっちゃ可愛い。これってさ、1枚になってんの？便利え、すごい似合うよ、キョウちゃん。他のも見たい、他のも見たい。ちょっと待って、ね。かわいい。ここゴムなの、だからオフショルにもなるの。わっ、あー、ダメ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 。オフショルだな。あー、ダメダメダメ。他のも見させて。うわー、かわいい。こういう感じの服持ってなかったよね。うん、めっちゃいいじゃん。めっちゃかわいいよ、キョウちゃん。じゃあ今度その服って一緒にデート行こう。いいね。いいね。ただいま。おかわり。ハッピーバースデー、いっぺー。え？ハッピーバースデー、いっぺー。いっぺー、今日で生まれてから1万日目です。なにこれ。すごい。うわー、めっちゃ素敵。そして。え？うわー、なにそれ、かわいい。
可愛い。めっちゃ可愛い。どういうこと、どういうこと。それが生まれて1万日目だから、そう、お祝いってこと。そうそうそう。ロッテは世界で一番の幸せ者だよ。こんなお祝いされ方したの初めてです。本当に嬉しい。誕生日は死ぬまで何回もあるってあるけど、1万日は今日しかないからね。ペオン、自分で知らなかった1万日目があったんて、本当に嬉しい。キョウちゃんありがとう。おめでとう。今日焼きそばでいい。キョウちゃん焼きそば大好き。具材何食べたい。もやし。もやし。キャベツ。キャベツ。お肉。お肉。ウインナー。ウインナーね。待って、やばい、キャベツ腐ってるかもしれん。あら、うわ、やっとったわ。ごめんね、キョウちゃん。もやしを全部入れちゃおっか。ソーセージどれぐらいがいい。いっぱい。わー、軽く塩コショウシャンシャン。うぃー、キョウちゃん料理してる。お水入れるんだよ。いきます。えらい、キョウちゃんが炒めてる。もういいんじゃないの。もう完成。完成じゃない。おお、味見してみて。味見結構するな。うん、おいしい。めっちゃいい感じ。お待たせ。おいしい。おいしい。うん。彼女が箱ティッシュ使い切ったのにそのまま交換してくれないのはなぜ。なぜ交換しよっかな。キョウちゃんお風呂入るねって言ったのに、さっきからベッドでゴロゴロしてるのはなぜ。なぜなぜなぜ。なぜなぜじゃないよ。彼女が飲み終わったペットボトルを捨てずに放置するのはなぜ。なぜ。はい、どうも、キャラメルフラッペイでーす。キャラメルフラッペイってかわいいな。はい、今日はキョウちゃんがお仕事で一平がお休みだったので、一平の大好物をキョウちゃんに内緒で作っちゃいたいと思います。はい、まず床に落ちてたなんか本格的なチーズをゴシゴシ。はい、お卵の黄色いとこだけポンポン。はい、でパルメザンチーズもパルパルパル。はい、ブラックペッパーもブラブラ。はい、オリーブオイルもオリオリからのヘラで混ぜていきます。はい、本日のパスタ占い大吉。これを見たあなたは明日いいことが起きるでしょう。はい、ブロックベーコンいい感じに切ってフライパンで焼いてきます。はい、いい感じに焼き目がついたら白だしをダシダシからのみりんもちょっとだけみりみり。お水を入れてなじませます。はい、茹で上がったパスタボーンからのさっきのなんか黄色いのもボーン、そしてなんかクニュクニュクニュってしていきます。はい、弱火をフライパンにつけたり外したりしてソースをトロトロにしていきます。あとは盛り付けてブラックペーパーかけたら完成。これね、たまに食べるとマジで美味しいんだよね。おすすめ。